こんばんは、ひゅうやです。マフィア3の、攻略続きをやっていきましょうか。今日もですね、相棒のスリーと一緒にやっていこうと思います。ヘイスリー、ヘイスリー、リマインダー読んで。こちらのリマインダーが見つかりました。1件目は前回までのマフィア3、カサントラ、リト、マークの3人の協力者を得たリンカーンは、いよいよサルマガーナへの攻勢に転じるのであった。執事も立場もバラバラな上、それぞれ腹に野望を抱えた3人をまとめるため、リンカーンは会合を開く。サルから奪った支配地域を3人それぞれに分配し、収めさせるという計画で、それぞれを納得させたリンカーンは、まず手始めにバークレーミルズへと向かうのだった。その次は前回の反省その1、もしかしてシリちょっとムキになってる。反省その2、もしかしてシリシリのいないとこでニューオリンズ観光したことちょっと怒ってる。現在設定されているリマインダーはこれで全てです。はい、ありがとう。シリ、ヘイシリ、タイマーセットして。10分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、ありがとうございます。そうだな、ここなしか昨日、昨日じゃないや、この前のやつちょっと向きになってたんじゃないかなっていうところが見つかりましたね。さて、じゃあまずはサンティーンの銃取引の地図を盗むということで、さてと、それどこだ、裏、あ、こっちか。はい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 、あれ、さっきこの辺に配線盤を見つけ、あったってことだ。はいはーい。あ、登る必要なかった。さて、どこに行くんだっけ？これとこれか。近いとこから行こうか。うん。近くはないか。さあ、て。ここで完全のおトイレタイム、ちゃんとトイレを使え。ヘイシリー、トイレについて教えて。この付
近でお探しの場所が複数見つかりました。その中の一つは大沼三丁目の大沼第三公園トイレです。こちらでどうでしょう。すみません、よくわかりません。なんていうかトイレを探してくれるのを、あ、便利というか、なんていうか探してくれるとはちょっと思ってなかったよ。あとちょっとびっくりしすぎてすごい雑になってる俺。やばい、ちょっと動揺しすぎてる。なんだろう、心底動揺した。シリス、ヘイシリ、お前便利だな。はい、聞いていますよ。便利だね。またまたお上手ですね。ちょっとその機能は心底本当使えると思う。使えると思うけど、ただぶっちゃけ今一番近いトイレは自分の家にの中だけどな。ただ正しくはないけど、正しくはないけど、だから実際になんかどっかこう行った時に。トイレこの探してって言ってこうそれ探してくれたらすっげえ便利。多分神だね。神プラスだわ。ただねちょっとびっくりしすぎてやられた。ああ、そっか。あ、それとあとトイレについて教えてくれたわけじゃなくて、それトイレの場所を、やっぱ場所に頼ることが多いね。そっか、そうきたか。あれ、もうおしっこしてない。さっきの人だよねこれ。またおしっこしてるでしょこの人。もうやめて。意外と動揺するから。あ、見つかる見つかる。すごい見つかった。え、この人不死身かと思った今一瞬。どこで見つかった今。大丈夫。オッケー。どこから撃たれた。やばい。
あとは？上にもいる？どうやって攻めようか。見つかった今。見張りどこに？難しくなってきたね。簡単には形組んでもらってきた。奪われた。やばい。あぶねえ。あとは？これを破壊すればいいんだ。あ、すっごい武器いっぱいあるけど。そのシーンだ。これは？あー、もこれにしとこうかな。あとはあれか。配給もらったね。最後にディキシーマフィアのクソどもと話したとき、連中はもう俺たちの銃には興味ないと抜かしていた。南部の白人どもが絵に興味がないなんてありえない。銃か、ごめんなさい。何が起きている？ドゥーセの一件の後、他の奴らから仕入れることにしたのか、あるいは自分たちで、自分たちで諦め始めているのか、どっちだろう。おお。とりあえず片付いた。だって、じゃあ引き続き行こうかな。この配線盤も開けていきたいな。まあいいか、ここ先に。いや、配線盤開けた方がいいかな。結構敵の場所が分かんないときついかも。大事だからね。お、ヘイシリー、シリが大切にしてることって何？何か他にお手伝いできることはありませんか？
いやいやいや、大切にすることって何？ウェブで14大切にすることに関する情報が見つかりました。 大切にすることって何？何のお手伝いをしましょうか。なんだ、答えてくれないのか。あはあ、さてはシリー、そのキャラクターおもろいと思ってるな。ヘイシリー、シリーの大事なものって？何か私にご用があったんじゃないんですか？うん、うん。え、それ聞くのはご用に入らない？さて。おう、ありがとう。ウェルカムされたけど。さて、ここ何屋さん？オールアメリカンダイナー。ファーストフードみたいな。そうでもないか。さて、じゃあ次に行こうかな。ひょっとしてここにあるのは共産主義のポスターか。ああ、していこう。これさっき、あ、でもイリスと違う。あれ、さっきのとこだね。あれ？あ、キャビネットは一緒だけど別に取れはしないってこと？まあね。ヘイシリー。シリの好物って何？アシスタントにそんなこと聞かない方がいいですよ。なんでや。いや待て、理由は？ご想像にお任せします。あ、そうですか。確かにシリの好物を聞いたことは問題あるかもしれないけども、仮にシリ以外のアシスタントだったとしたら別に聞いても普通じゃない？さて、じゃあ銃取引との地図を盗みに参りましょう。これどっから行くんだ？
こっちか。さてさて。おお。見張りがおる。ああ、これ。サイレントで行こう。え、どこまで行くの？あいつ追いかけてもいいの？オッケー。お、アルバム見っけ。お、 CCR じゃないですか。これは、ヘイセリー、クリーデンスクリアウォーターリバイバル。ヘイセリー、クリーデンスクリアウォーターリバイバル。ヘイセリー、クリーデンスクリアウォーターリバイバル。これ、早口言葉みたいになってますよ。ヘイセリー。ヘイセリー。CCR。え？ちょっと最初、さっき惜しかったんだよな。ヘイセリー。クリーデンスクリアウォーターリバイバル。ヘイセリー。クリーデンスクリアウォーターリバイバル。ウィキペディアでクリーデンスクリアウォーターリバイバルに関する項目が見つかりました。お読みしますか？イエス。クリーデンスクリアウォーターリバイバルはアメリカのバンド、カリフォルニア州サンフランシスコ出身であるが、アメリカ南部のサザンロック、スワンプロックの先駆者的存在だった近年では、オルタナティブ、ロックの開祖とも、活動期間は短いながらも足跡を残し、1993年にはロックの殿堂入りを果たした。ローリングストーン氏が選ぶ歴史上最も偉大な100組のグループにおいて第82位。100組の中で82って意外と、なんていうか、いや、あれ、なんでそれ投げた、なんでそれ投げた。意外とあれなんじゃないの、いや、まあ当然その100に入ることとかもう素晴らしいことなので。あれ、なんでさっきから火炎瓶投げてんだ。もうなくなっちゃったけど火炎瓶。なんか、なかなか、ヘッドショットじゃないと倒しにくいな。ちょっと派手にいくか。どこだ？
向こうも分かってないのか。Found a damn corpse. Okay. We'll all get him, but I'm first. Hey. That shit's all him. Let's. Hey. なんかこのコーヒー機だけはやたら今っぽいな。さてお宝が、もうすでにこの時点でお宝ですけどね。あとどこだ。いやもうそれそんな動き回れないだろ、こんなギクだったら。こんな感じですかね。よし。ではもうあの見張りには用はないんで、さっさと去りましょう。声が曇って、じゃあちょっとお金を預けさせて。はい、お金を持ってってください。おお、頼んだぜ。もうこの銃取引もおすすめかな。うん、ではじゃあ今回はこのくらいにしましょうか。次回、この地区の、まあ1個目のまあボスというか中ボスですね、武器の密売現場を襲うこととなりましょう。では、お送りしたのはヒューヤとシリでした。
ご視聴ありがとうございました。バイバイ。